我が家の時計が5時を回りましたので生放送を始めます。左右が逆になってるのを直そうとして操作をしますと直ったんですけど、ご覧のようにまた画面が細くなっちゃってるんですね。それで慌てて元に戻しましたら、今ご覧いただいている左右が逆の形になったんですが、細いのは細いままというちょっと困ったことになってまして、でも時間が来ましたので、始めております。昨日一昨日は寒かったんですけども、今日は割と暖かいですね。桜の花がもうすっかり散って全くの葉桜になってしまいました。で、今日はYouTube からやろうかなと思って、サーフィスっていうタブレットを持ってますので、これが Windows 10 が入っておりますので、そこから YouTube をやれば YouTube のライブができるんじゃないかと思いついて、 YouTube のライブに入るとこまではできるんですよね。操作まではできるんです。 iPad で YouTube を開いて YouTube のライブに入ろうとすると、入ること自体はさせてくれないんです。1000人以上の視聴者といいますか、なんていうのかな、登録者ですかね、がいなかったらさせてくれない。で、パソコンだったらできます。ということで、以前その家族のパソコンを借りて、ノートパソコンを借りてやったことがあるんですけども、いつも借りてるわけにもいかないということで、iPad で、結局 Facebook でずっと Facebook のライブ中継ということでやってきたんですけども、サーフィスでできるんではないかということで、Windows 10の入ったサーフィスでやったら、YouTube は開くのはもちろん開けますし、ライブ中継をする画面にも入れたし、もあと一歩手前までは行ったんですよね。で、はい、開始しますか、はい、押して、で、ぐる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 、待ってますっていう画面が回ったままで、1分経とうが、3分経とうが、5分経とうが、10分経とうが、放送が始まらないと。で、ついにはパチッと元の YouTube の普通の画面に戻ってしまったということで、非常に残念至極でありました。ということで、今 iPad から、お送りしてます。あ、こんにちはとかって山口さんが言ってくれてます。こんにちは。書く、どうやってどこに書いたらいいか分からないので、言葉で応答させていただきました。さて、今日はこの広岡麻子と牧子とボーリズ、朝が来た、びっくりポンの物語の第5回ぐらいになるのかな。今日の放送は20回か21回かその辺に、萩野さんも、こんにちはって言ってる。こんにちは、どうもこんにちは。で、広岡麻子さんの話をやっていて、で、麻子が60を超えて洗礼を受けてクリスチャンになっちゃったっていう話が、その時、そこから広岡麻子が東京女子大学女子教育っていうことに力を入れたっていうことのつながりで、そちらの話で、社会に活躍する女性の後輩牧子のことということで、一つ柳牧子さんの話に入った、そこに入ったところが前回お読みしたところでした。で、牧子はウィリアム・メレル・ボーリズの妻としても知られる。で、ボーリズは関西学院大学キャンパスや大阪の大丸心斎橋店、東京山の上ホテル、多くの教会堂や個人宅など全国100以上の名建築があるボーリズ建築事務所でその名を知られます。アメリカから1905年明治38年に来日した時は24歳の若さでした。で、私、とかとかそれでとかっていうのをできるだけ言わないようにしたいなという意識があって気をつけたいと思います。ですから、あーとかとか言いそうになると抑えて、こう黙ってるだけっていうのに、なんとか
今ええって言いましたね。はい、続きです。結婚はボーリズが38歳、マキコは35歳の時です。当時としては晩婚です。夫婦で終生近江八幡を本拠地に活躍しました。ボーリズは建築だけではなく、塗り薬メンソレータム現メンタームの近江兄弟社、ボーリズ学園、ボーリズ記念病院、社会福祉事業など多方面の事業の創設経営者としても知られ、またパイプオルガンを弾きこなし詩集を出すという多彩な人物だったのです。次ですね。込み出しが、家族に生まれ深い孤独、兄が広岡家の婿養子となり、兄っていうのは一柳真紀子さんのお兄さんが広岡家っていうことは、広岡麻子さんの婿養子となった。まあこの話に入っていきます。二人の結婚も異色のものでした。恋に落ちての結婚でしたが、結婚に至るまでの困難は大きく、長い忍耐を強いられました。さあ、ここから今回です。実はその結婚に、麻子が大きく絡んでいるのです。麻子がいなければ、二人の結婚はなかったと言っても過言ではないでしょう。ですから、別の言い方をすれば、近江兄弟社っていうのが今日確立されたものとしてあるわけですけども、麻子さんがいなければ、ボーリズのお連れ合いとして、マキコさんはいないし、近江兄弟社も今日のような形では、まあ決してないだろう。そういう話ですね。麻子がいなければ、二人の結婚はなかったと言っても過言ではないでしょう。何が困難であったか。まず、国際結婚。結婚が当時大変珍しいものでした。しかも牧子は家族の娘、それが海のものとも山のものとも知れない平民と結婚することなどありえませんでした。たとえ事業で頭角を現しつつあったにせよ、牧子の家族もボーリズの家族も大反対したのです。その中で麻子だけは二人の後ろ盾となってくれたのでした。さて、ここで牧子と麻子の関係について説明しておきます。ドラマでは麻子の娘と東柳圭介、実際は一つ柳圭三なんですね、が結ばれます。実は圭三は牧子の実の兄なのです。そして婿養子として広岡慶三となり、麻子の采配のもと、鹿島銀行頭取や大道銀行、大道生命保険二代目社長などとして経営の責任を負っていました。そんなわけで牧子は女学生時代から広岡家に出入りし、家族の一員としても暮らしたのです。実はそのことが牧子にとってで心の安らぐことであると同時に、教育者としての自らの使命感を見出すきっかけともなったのでした。そのあたりから話を進めましょう。牧子は実は深い孤独を感じる少女時代を送りました。そのことを最晩年に回顧しています。家柄が良いからそれで幸せというわけではない。人間どんな境遇に生まれても苦しみや悩みがあるものだと思わせられます。そしてその苦しみが逆に人生を切り開く鍵にもなることもあるのだと。牧子は生を受けて東京の一つ柳家の邸宅に住んでいました。父一つ柳末則は小野藩、現在の兵庫県小野市、最後の殿様だったのです。末則は18歳の時廃藩置県で子爵となり、その後東京に移ります。西洋文明にいち早く関心を示し、結婚する前福沢諭吉が起こした慶應義塾で英学を学びました。その次、込み出し、父との葛藤、母への承継、そこへ。
マキコは晩年父親について、懐明的で理想に燃えていた、子供の教育に熱心だった、また自身の独立心や勇気は父親から受け継いだものであり、それは自分が年を取ってから分かったと懐かしんでいます。しかし父がいくら立派な貴族でも、父に母を泣かせる権利などないというのです。父親が妾をしかも複数人持ち、また他のことでも母を苦しめたことに娘として憤りを覚えていたのです。それは最晩年に書いた短い自伝や、夫の没後アメリカ人女性作家のロングインタビューを受け、日本では発表されない前提で出版された本に記されています。自伝の中でもはっきりと、女三重の徳を教えられた世代の母は妾あり、その娘たちのいる複雑な家庭の主婦として奥方として不動を全うすることを理想としていました。不動というのは婦人の婦に道ですね、と生前の生家の状況を述べていきます。女三重の教えとは、個人よりも家を重んじる江戸時代以来の価値観ですね。その自伝の中で両親と、また自らのキリスト教との出会いを記します。父末則が慶応義塾で学んだ時、その学校でヘボンやフルベッキーが教鞭をとっており、キリスト教は良いものだと思ってはいたのです。彼らは明治の初め、日本にプロテスタントのキリスト教を伝えた最初期の宣教師なのです。しかし末則は西洋文化としてキリスト教を評価しただけだったとも言えます。そんなわけで、家庭を持ってから東京築地にミッションスクールが開校し始めると、そこに早速長女を入学させ寮に入れます。その時牧子はまだ生まれていません。長女は腹違いの子でした。母は実の子を同様に愛情を注いで育てていました。姉は、私の母が彼女の生みの親ではないことを知った時は本当に悲しさでいっぱいになっていました、と牧子は作家に述べているのです。10歳ほどで家を離れた娘が寂しく思ってるだろうと、母はしばしば寮を訪ねます。その時に母は宣教師から聖書をもらい、それを愛読するようになりました。あなたの敵を愛しなさい、あなたを憎む人たちに優しくしなさい、というキリストの敵を愛する教えに触れて、母は100万の味方を得た気持ちだったと言います。なぜならそれは、母が自分の家でしなければならなかったことだったからです。母は間もなく洗礼を受けます。父は女子供にキリスト教は良いものと思っていたので、それを許しました。牧子は、このように波風多い家庭に小さく育った私は、ただ母の陰に身を置いて自分を何一つ主張することなく幼き日を過ごしました、とそのように書いています。3歳の時、いつも自分の世話をしてくれる女中が父の子を解任し、牧子は幼いながら家の異様な雰囲気に気づきます。それは口に言い表すことができないほどのトラウマを残してしまいました。しかしそんな中、母の祈る姿が牧子の心に深く刻まれます。食事や就寝前に必ず背筋を伸ばしてまっすぐに座り、頭を下げ、長い間静かに祈りを捧げる母の敬虔な姿が、宝物として私の生涯続く思い出となりました。このように牧子さんがお母さんのことを晩年、牧子の最晩年、自伝に書いたり、あるいはそのボーリズが亡くなってからアメリカからですね、女性の作家がやってきまして、まあ、牧子のところに住み込んでロングインタビューした、その本が英語で出たわけです。そして大変年月が経ってから、それは日本語に翻訳されたものも出たんですけれども、そういうものの中に
お母さんのことを書いてるってことですね。今日はこの辺で、終わりとしたいと思います。どうぞ聞いてくださってるあなたに、神様からの豊かな祝福と守りと導きがありますようにお祈り申し上げつつ、それでは今日はさよなら、ごきげんよう。